皆さんこんばんは。本日は LJL2016 サマースプリットプロモーションシリーズ Day1 ブラックアイ VS ラスカルジェスターの模様をお送りいたします。実況を務めますアイズです。解説にはレボルさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずですね、このプロモーションシリーズについてですけれども、LJL のですねチャレンジャーシリーズですね、サマースプリットの、まずサマースプリットの下位の2チーム、そして LJL チャレンジャーシリーズの上位2チームの合計4チームによる、入れ替え戦と、なっております。さあ、この入れ替え戦で勝つとですね LJL2017 スプリングスプリットの出場権を獲得できるといった、内容になっております。いやレボルさん、そして一つ我々選手ファイナルから、まあ、初めてのっていうことですけど、ファイナルやはり盛り上がりましたよね。すごかったですね、まあ、会場熱気もそうでしたし、まあ、それにつられるように選手たちも非常にいいパフォーマンス、5戦目までもつれ込むような形で、決勝戦としてはまあ今まで一番こう盛り上がった形でしたね。そして、まあ、今日そして明日戦う、そして勝ち上がった2チームが来シーズン相手決勝の舞台に行くかもしれないというところも決めるわけですから、まあ、非常に、まあ、それぞれのプレイヤーにとって目標となるような決勝戦でもあったのかなという感じがしましたね。まあ、この入れ替え戦今日と明日の2日間行われるわけですけれども、まあ、ここで勝ったチームが確かにあのステージに、ね、上るという可能性も十分に含めてますからね。さあ、またですね、選手はオンラインにての対戦、そして BO5 となっております。それでは本日の試合についてですけれども、まずはパッチからですね。パッチは 6.16 にて行われます。グローバル版はフェイトとクレッドとなっております。またですね、ブルーサイド、レッドサイドの決定はですね、もうすでに今回はしてあります。今日と明日の2日間両方してあります。本日はですね、ブラックアイが1ゲーム目、3ゲーム目、5ゲーム目の選択権があり、ラスカルジェスターが2ゲーム目と4ゲーム目の選択権があります。両チームともレッドサイドを選択しております。それでは本日のスターターですが、まずはブラックアイから見ていきましょう。トップコグオグ、ジャングルカリルルイ、ミッドメイキ、 ADC スイズル、サポートに吉明です。モーストチャンピオンピックが出てますね。ここから、まあ、どういったチャンピオンピックしてくれるのか非常に楽しみですね。まあ、LJL のブラックアイは多くの皆さんが見ていると思いますから、一つ鍵になるのはやはり対戦相手のラスカルジェスターということになりますよね。さあ、そしてその続きまして、ラスカルジェスターですね、確認していきましょう。トップナップ、ジャングルワイバーン、ミッドファン、 ADC ユキ、サポートにノアとなっております。このトップレーンにオラフがいるというのがやっぱこうちょっと特徴的な感じがしますよね。フィオラ、イレリアもいますよやはりこう LJL とまたチャレンジャーシリーズ2ではメタがちょっと違うのかなというのも一つ分かるような、元チャンピオンピックの3チャンピオンになってますね。さあ、そして本日の注目選手ですけれども、このようになっています。スイズルとナップです。ブラックアイはやはりスイズル選手を起点に試合を作っていくことが、まあ、特に LJL のママシーズン後半戦、そういった形で戦っていました。やはり彼から作っていけるかどうか、そしてラスカルジェスターのボットレーン2人に対して大きなプレッシャーをかけていって、ボットサイドからテンポを作っていくというところが求められているかなと。一方のラスカルジェスターはこのトップレーンのナップ選手が非常にアグレッシブで、スプリットプッシャーとしてかなりプレッシャーをかけていき、そして相手をトップレーンに集中させて人数差を他のレーンに作り出していくというような動きを得意としていますから、彼からラスカルジェスターはテンポを作っていきたいですね。まあ、オラフ、フィオラ、イレリアなんて使用してますから、テンポを作るのは自信があると。スプリットプッシャーも1対1では止められなくなり、2人かけないとダメというところまで持っていけるかどうか、非常に重要になっていると思いますね。さあ、そしてラスカルジェスターといえば LJL でも戦い抜いてきた名門のチームではあり、スプリングでちょっとね、この入れ替え戦で負けてしまって LJL CS 落ちはしたんですけれども、一つメンバーがこうガラリとまず変わってですね、少しチームにインタビューを取ったんですが、まず新しい気持ち、自分たちはその LJL に出場していたというのは一切捨てて、チャレンジャーという気持ちで挑戦したいと思いますということでしたね。まあ、メンバーもミッドレーンのファン選手以外は LJL 経験がないですからね。さあ、それではドラフト始まったので見ていきましょう。ブルーチームサイドがラスカルジェスター、レッドチームサイドがブラックアイとなっております。いやー、バンが特徴的な形になってますね。カルマ、エリス、ヘカリム、グレイブスと
ジャングルが3つ続いてますね。特にエリスがバンに入ってるというのがやはり珍しいかなという感じがしますよね。まあ、この Y バンからゲームを動かすという展開もラスカルジェスタ得意としてますからね。そして残りジャングルとなるとレクサイとグラガスになりますが、おシェン・イレリアですね。まあ、これだけ番だけ見てもブラックアイがどこのレーンを警戒しているのかとかいうのが十分わかると思いますが、もう完全にトップレーンとジャングルということになります。ここで、まあ、レクサイ・グラガスどちらを取るのか、そしてガングプランクが空いているというところをどうするかですね。何をファーストピックの候補として取っていくのか。スカー少し時間を作っていますね。ちなみに 6.16 ですけれどもどうですか。まあ、大きな変更といったところはなかったですかね。一番、まあ、個人的に期待していたのがイレリアの変更が、まあ、どう特にこのナップ選手にどう影響するのかなんですが、バーンされてしまいましたから、パッチとしては 6.15 から大きな変化はないのかなという印象があります。あとはそうですね、グレイブスのブラッククリーバーのバグがなくなったことによってグレイブスのジャングルがより強力になってくるのかな、もしくはビルドの変化が出てくるのかなというところも一つ注目していましたが、まあ、そのチャンピオンバーンですからね。なるほど。さあそしてファーストピックはジンからのスタートです。そして開始にエコーとブラッドという形になっております。そしてここで、まあ、取るとしたらジャングルとサポート、まあ、どちらももうすでにトップとミッドレーン見せていますから、まあ、そのピックをしても面白いと思いますが、何をしますかね。ただどうなんですかね、ブラックアイレッドサイドを全て選択してこうカウンターは伝えるのかなという印象少しあったんですけれども、トップとミッド先出ししましたからね。となるとボットレーンのところでカウンターピックを当てたいということかもしれないですね。さあスイズルが中心ということですから、やはりボットレーンなのか。おお、返しがトランドルとタムケンチですか。おお、これ足を予測してますかね、ラスカルジェスターは。ノア選手がタムケンチを使うことによってスイズル選手の足のアローといったところをタムケンチでカウンターしていくというところを考えているような動きだと思います。それに対して、ここでラスカルジェスターがトップもサポートも少しディフェンシブなピックになっていますから、一方でブラックアイは距離を取って、ゾーニングもしくはロングレンジの CG、というところを生かしていく小熊をピックしていきましたね。さあレクサイと小熊をピックです。ただこうなるとブラックアイはスイズルを守る構成のような感じもしますが、3枚バックラインに入っていけるチャンピオンも揃ってます。少しチグハグのような印象も受けますか。ここをどう守っていくかですよね。まあ集団戦において基本的にはスイズ選手に飛び込んでくるチャンピオンに対してゾーニングやダメージを出していく形になると思いますが、それを徹底で切るのかどうかです。さらにはまあ構成として1-3-1のスプリットプッシュも可能なのかなというところで中盤以降プレッシャーを作っていくことを考えているんですね。なるほど。さあそしてその開始です。ラスカルですか、面白いピックをまた見せてますね。キンドレッドルルワオロックしましたよ。まあ、ファンは確かに CS のシーズンにおいてもルルピックしてますけれども、ミッドレーンでの運用、確かにダブルは能力上がりましたが、ただしその前の変更によって Q の2発目のダメージが ある程度カットされるようになってしまいましたから、ソロレーナーとしての能力がちょっと落ちたような印象もありますし、あと問題になるのはバックラインのスイズ選手に届くのかどうかですよね。まあ、ルルの移動速度アップによってまあ、この場合だとトップレーンのトランドルを飛び込ませる、もしくはエースのアップによってこの陣のバーストダメージといったところを強化していくということになると思いますが、そしてラストピックソラカですか。レーンの安定性2体のアドバンテージというのを取りに行った印象もありますね。さあ構成が一つ出揃いましたが、ちょっと特徴的ですね。ここまであまり見られなかった、しかもナーフされたキンドレッド、今シーンからは消えています。確かにエリス、グレイブス、ヘカリム、そしてレクサイがいない中で、まあ、何をピックするのかな、グラガスかな、リーシーンかなと思っていたんですが、キンドレッドというのは予想外でしたね。多分ワイバーンなんで倒しに行くスタイルですから、
しかしとなるとキンドレッドはナーフによって序盤の強さ安定性といったところが幾分ナーフされてしまいました。そこがやはり気になるところですよね。回復量といったところも全くなくなってしまいましたし、いかに序盤アグレッシブにプレッシャーかけていけるのかどうか、さらにはやはりミッドレーンのルール、がどうなのかというところですよね。ブラッドがレベル9になる前までは押し込めると思うんですが、そこから一転してブラッドの射線に対して勝てなくなってしまうというのが、まあ、一般的なマッチアップになっていると思います。ですからいかに序盤あのミッドレーンのところで有利を作っていけるかどうかというのが非常に重要ですね。なるほど。一方のブラックアイは、ブラックアイはやはりこのスイーズ選手を守りながらというところが鍵になります。そしてミッドレーンも比較的、序盤は不利になるんですが、途中から有利になっていくマッチアップですということを考えると、ジャングルのアドバンテージも生かしてミッドレーン、そしてボットレーンをしっかりと育てていく、さらにボットレーンのサポートがソラカというところで、レーンが非常に強力なチャンピオンをピックできていますとなると、じっくりと育てていって、そしてまあジージーとタワーに圧力をかけながら、コグマのパワースパイク、そしてブラッドのパワースパイクを待って、プレッシャーをかけていくということになると思いますね。ちなみに構成は一通り、お伺いできたんですけれども、やっぱりラスカルデスタのそのプレイヤーの特色ですよね、まあ、注目プレイヤーに選んだナップは少しお伺いしましたが、他にこう注目するべきようなプレイヤーというのは、やはりジャングラーのワイバーン選手ですので、彼がかなりアグレッシブでどんどん仕掛けていく、彼がこう CS の時に出ていない試合もあったんですが、その試合をちょっと見た時にローテーションのところで少しチグハグな部分があったというのが見られました。一方ワイバーン選手がいる時は非常に綺麗にローテーションができていたということを考えると、彼がコーラーでもあるのかなというところは予測が立ちます。ですからアグレッシブな動きと、そしてチーム全体の、まあ、戦術的な意見といったところからチームを作っていくというプレイヤーでもあると思いますから、彼の序盤の動き、そして中盤以降の集団戦を行うのかどうか、どのタワーを狙っていくのかどうか、そういったチーム全体の動きというところも注目していきたいですね。さあ、そして一方のブラックアイのプレイヤーで、このプレイヤー見とくといいよというのは、一つスイズルをまあ中心プレイヤーとして挙げましたけど、それ以外にこうちょっと特色のあるプレイヤーというのは、カリル・ルイ選手ですかね。この場合だと、まあジャングラーのマッチアップでレクサイがアドバンテージを握っているというのもあります。カリル・ルイ選手 LGL だと2ダリ以外のジャングラーだと序盤からプレッシャーがうまく作れなかったんですが、この試合でプレッシャーが作れて序盤からテンポを取れると、レートゲームのスケールでも勝っていますから、ゲーム全体のアドバンテージが取りやすいというところを、まあ、彼が生かしていけるかどうかというのは非常に注目ですね。つまり序盤から動かしていかなければいけないのはラスカルデスターの構成、一方ブラックアイは耐える構成と、そうなっていると思いますね。さあ、それではここでマッチアップもう一度確認していきましょう。まずはトップレーンから、ここは五穀選手、序盤はアドバンテージ握っていますが、途中からナップ選手が使うトランドルの方がアドバンテージを握っていくと、それまでにどれだけ五穀選手がアドバンテージ取れるかというのが非常に重要ですね。あとは集団戦における五穀選手の立ち位置というところも難しいですね。本来であればキャリーに張り付きたいんですが、一方でスイーツ選手を守らなければならないといったところのバランスをどう取るかですね。続いてジャングル、ここは先ほど申し上げた通り、序盤はカリル・ルイ選手がアドバンテージを握っていますから、それを生かしてレクサイの強みであるマップのコントロールやガンクのプレッシャーを作り出せるかどうか、一方ワイバーン選手はファームしてアイテムが揃ってからのプレッシャー、もしくは以前のキンドレッドのように序盤から圧力が作れると非常にベストですね。ミッドレーン、ここはファン選手がルールを生かしてプレッシャーをかけていく、一方で梅木選手が耐えてレベル9以降ある程度装備が整ってからは、梅木選手がレーンのアドバンテージを作っていくということになると思います。ですからファン選手は早め早めに仕掛けていって、いかに大きなアドバンテージを序盤から作りきれるかどうか、一方梅木選手が耐えられるかどうかというのが重要ですね。ここからボットレーンです。エリシー、ここスイーツル選手は序盤レベル5あたりまでは少し辛いんですが、そこからはやはりコグマの W の射程の長さを生かしてレーンのアドバンテージを握っていくことになると思います。ユキ選手はレーニングのところで安定させつつ、アルティメットでスイーツル選手集団戦において狙えるかどうかというところが非常に重要になってますね。なるほど。ちなみにユキはサポートロールがメインのプレイヤーらしいそうですね。そんな中でこうノア選手がかなり辛いマッチアップ、ソラカ相手に立ち回れるかどうか、一方吉崎選手はソラカの強み、レーンの強さというのを生かしてボットレーンの安定性、そしてできればタワーに対するプレッシャーといったところまで作り出していきたいですね。ちなみにこのマッチアップ画面を見ると、いや一つ入れ替え戦チャレンジャーシリーズ始まったなと、そういう感じがしますね。いう感じしますよね。プロモーションシリーズですね。大変失礼いたしました。さあ、どういった第一ゲームになるのか非常に楽しみです。さあ、始まりました LGL2016 サマースプリット、サマー
スプロモーションシリーズですね、デイ1ゲーム1ブラックアイ VS ラスカルジェスターの試合スタートです。さあまずはスターティングアイテムは、おっと吉明がコインスタートですね。トラカの場合、まあ、体力の回復、まあ、体力を使用してヒールさらにしますし、マナも重要というところでコインであれば、あ、体力の自動回復、マナの自動回復両方ありますからね。さらにコインを最終的に強化して、あ、タリスマンにした場合の、まあ、移動速度の増加というところのユーティリティをチーム全体に供給していくというところが狙いだと思いますね。ただレゴルさんモノマネを負傷してしまいましたまさかそんな振りが来るとは思わなかったので、いや可愛いじゃないですか、コグマ。ちょっとそこがよくわからないんですよね。あ、なるほど、あ、そういう感じではないと。はい、大変失礼いたしましたあのちなみにソラカなんですけれども 6.16 で、あのエッジも勝率は上がってきてるですよね。エッジの場合だとやはりハラスというところでアドバンテージを作っていくタイプの攻め方になるのかなと。一方でこの場合だとコインですから、あ、ま、ヒールといったところで連の安定性を狙っていくというところで違いが出てくるのかと思いますね。なるほど。さあブラックアイまずはトップサイドからのスタート、そしてワイバーンもトップサイドからという形ですね。体力はかなり高い状態を維持しています。どういったジャングルの回り方をするんでしょうね。キンドレッドナーフされてからほとんど見ませんからね。そうですね、僕もあの、特にダブルの回復がなくなって以降は全く見なくなったくらいですからね。ダブルはアクティブ時に確か中立ミニオンのアタックスピードと移動速度がナーフというか、まあ遅くはなるんですよね。しかしそれでも回復が非常に難しくなりましたし、さらに Q のベースダメージが下がったことによってジャングルのクリアスピードも序盤落ちた印象もありますが、ただ今ほぼほぼカリルルイと同じというよりも早いですよ。むしろカリルルイ選手は、あ、同じ、若干遅れてますね。さらにはマークが湧いたタイミングです。そのすぐさま取りに行きます。ワイバン。カレルイもトップサイドに向かってます。いや、ここは何とかしても取り上げたいですが、いやーもう抑えています。おっと。さあ移動速度アップからカレルイにステップアップしましたが、いやーノックアップを綺麗に決めていく。さらにはフラッシュイン無益。ワイバンもうフラッシュありません。シールドを使ってなんとか守ろうとしますが、ファーストブラッドは無益。さらにはもう一度ノックアップ狙おうかというシーン、カリル・ルイがナイス返しでしたが、ミッドレーンのところ本来であればファン選手押し込んでいなければならないタイミング、まだ両方者ともにレベル3ですからね。しかし梅木選手が押し込んでいたというところをワイバン選手把握しきれずに戦いに行ってしまいましたね。まあ一つ一戦目からの緊張でしょうかね。ここでカリル選手がアドバンテージ作れたというのは非常に大きいですね。しかもファン、ワイバン選手が使うキンドルと序盤マナがジャングルのところつらいですから、このブルーバフがないというのも影響してきますね。さあブルーバフがないのも影響すると、ここで本来であればファン選手が使うルールの方が早く寄れていたはずなんですが、梅木選手がしっかりとミドルに押し込んでいたことによって先に梅木選手が寄れたというのは非常に大きなアドバンテージとして生かしていましたね。さらには体力の有利まで取っていましたし、ポーションの差もドランズシールドですか、スタート1個に対してドランズリングだと2個変えますからね。おっとまたマーク、ただしこれを吉明スイズル寄ってはいますが、いや抑えます。ワイバンこれで2スタック目。しかしやはり装備のところレベルのところでいうと GG とカリル選手がアドバンテージを作っていく展開になると思います。ボットレーンはなんとかラスカルジェスターは耐えてはいるようですが、トップもミッドもボットもまあイーブンというのもとなると、ブラックアイの方が序盤は少しきつい構成になっているわけですから、非常にいい展開をブラックアイは作れているのかなと。一方ラスカルジェスターはここからいかにテンポアップして仕掛けていけるかどうかが重要ですね。さあそして一つこのナップから作るようなゲームというのもありましたが、コグコグはそれをさせませんね。ただかなりナップ選手 CS 勝ってますね。いやこれラストヒット全てきれいに取ると凄まじい CS の勝ち方じゃないですか。 CS 差以上全て取れるのかは気になります。いやワンウェーブ作ってますよ。
いやー、ワンウェイ部分作りましたね。非常に大きなアドバンテージ作ってますね。しかも広告選手トップエコーですから、それを考えると、まあ、タンクビルドにしていくことになると思います。アイスボンガントレットかトリニティフォースかはまだ分かりませんが、アイスボンガントレットにしたとするとかなりトランドに対して不利なマッチアップになってしまうということを考えると、ラスカジュースターは一つチームの強みであるナップ選手がじじとアドバンテージを作りつつあるというふうに言えると思いますね。なるほど。そしてボットレーン、このマッチアップ一番最初に苦しいマッチアップだとおっしゃいましたけれども、ここまで見てどうですか。ここまでは両者ともに特に無理を仕掛けることなく丁寧に、ファーム進めていますが、となるとここからレベル5になったスイズ選手のコグマの連の強さ、そして、ジョシュエフ選手のストラカーがアドバンテージを作っていく展開になると思います。サステインが薄い分だけラスカルジェスターは、まあ、射程の部分で負けていますから非常に辛い2対2のマッチアップになっていくと思いますね。わお、もう体力のアドバンテージ作ってますか。このナップはとんでもないプレイヤーが出てきましたね。レボルさん、全く見たことがないプレイヤーなんですよね、僕は今まで。一体どこに潜んでいたんでしょう。いやー、コグコグも元ラスカルジェスターですけれども、おっと、やはりスカットルのコントロールといったところ両者は意識してますね。さあカリルイ仕掛けていきます。ここに無益も入れます。さあ強気に前に出るのはカリルイ、フラッシュイン、さらにフラッシュインでコグコグも入ります。ただし爆破のダメージギリギリ足りませんが、タワーダイブは判断、ワイバーンを狙っています。まだレベル5で執行猶予はありません。無理やりながらノアがフラッシュイン助けた。そしてタワーダメージでキルはこれワイバーン、さらにはナップ寄っていた。2キル返したのはなんとラスカルジェスターノアのファインプレー。素晴らしい。今ファン選手全く間がありませんでしたから、アルティメットも打てずにこのままブラックアイが見事にそのスカッターのコントロールをしに来るラスカルジェスターに対してカウンターを仕掛けていった。非常に素晴らしいプレーだったんですが、そこをノア選手が助けましたね。このプレーは非常に大きいですね。ブラックアイ狙い通りだったんですよね。そこをノア選手が上回ったと言えると思いますね。ここすでにファン選手がマナがないんですよね。そしてスキルも使った後ですから、アルティメットが打てないとなると、このタワーダイブによってブラックアイが一気にキルを作っていって大きなアドバンテージを作れたはずなんですが、このノア選手フラッシュインしてまでの判断は本当に完璧ですね。しかもナップ選手がまたここでコグ選手のキルを取ったわけですから、トップレーのアドバンテージは完全にラスカルジェスターに移ったと言えると思います。スカトラのコントロールによってマークも溜まってますし、ワイバン選手は本当にこのノア選手に助けられましたね。リバーにレクセイが移った瞬間に寄ってましたね、ノアは。かなりそのブラックアイがスカットラのコントロールを邪魔しに来るというところを掴んだ上での動きでしたね。相手の狙いを理解した上での助ける動き、本当にその読みの深さといったところが一つ現れてましたね。まあ、これで無益も一つ苦しい連になります。ここから無益選手一つカウルを買ってからかなと思ったんですが、連有利に進められているのでプロトベルトかなりオフェンシブなアイテムからスタートしているようですね。どうなんですかね、結構スプリットビサージュが多いイメージやはり持ってるんですけれども、もしくはカウル一つ買うだけでもこういったマジックダメージディーラーのミドレーンに対しては、まあ、ダメージの取ると確実に勝てるという展開が考えられますから、一つ安全性を考えるのであればまずはカウルを一つ買うというのが、まあ、特に1戦目の入りとしてはいいのかなと。しかし梅木選手かなりミドレーンのところアドバンテージ取れてますからね。おっとおっと、旅立ちから船旅から入っていくナイススネア吉明、ただしフィナーレ全て当てています。ベロはギリギリ届かない。これは吉明きっちり逃げている。裏にはカリルイカバーには来てますが、ここにはイバン、ただしカリルイも入っていく。スリーマンノックアップからスイズル判定判定、ただしレンジが届かない距離になってしまった。これはカリルイ孤立。さらには執行猶予、回復して帰ります。無益も寄ってはいますが、これはスイズル届かない位置に行ってきしまった。今のラスカルジェスターの動きに対してブラックアイも非常に見事な反転、特にカリルイ選手のカウンターのスリーマンノックアップ見事だったんですが、ここで
ブラックアイ狙いとしては非常に素晴らしいんですが、特にラスカジェスタの動きに対してすでに一つ一つ反応できているんですが、それぞれで上回られてしまっているというのがちょっと辛いですね。なんというか一つ連携というかコミュニケーションエラーのような部分がブラックアイに見えますよね。今のところもカリュー選手が入っていくのはちょっと意外だったような動きでもありましたよね。ここですでにリトリートできていて、ここからどう反転するのかだったんですが、スイス選手、カリュー選手、カリュー選手がフラッシュアウトした瞬間に、スイス選手が下がるフラッシュを使用しましたから、明らかにコミュニケーションエラーがここで起きてしまっていると、これは影響しますね。これでボットレーのアドバンテージ取れたはずが取れなくなってしまいましたし、カリル選手もデッドしてしまったことによってレベルのアドバンテージが完全に失ってしまって、逆にワイバーン選手が勝っているというような状況になってますね。いや、さらには 10CS 差ですか。この入れ替え戦さまざまな試合をこう見てきましたけれども、 10CS 差作るプレイヤーというのは本当に珍しいですよ。ソロニックワイバーン仕掛けていきます。フラッシュを使用しました。これはローライフだ。アルティメット使わないとどうしようもないが、最後はワイバーンが決める。しかもマークが溜まってましたね今。いやー、ラスカルジェスターはやはりこのジャングラーとトップレーナーから作っていくのか。ここがカリー選手ボットサイドから作ろうとしていますが、今のところトップレーンにワイバーン選手が現れましたから、カウンターでドラゴンのコントロールを狙っています。しかしちょっとリスクが高いですね。コグマウの到着も遅れてしまいましたし、そして今ノア選手がキンドリットの方に寄っていって、アルティメットでこのドラゴンにアプローチかけようとしていますね。なるほど。さあまずは気になる展開、テレポート、スイズロー狙い撃ち、吉明はボディーブロックできない、ヒールをするしかない、スローはかかる、ナップ到着、ナップ到着、さあピラーが当たる、そこに船旅、これはワイバーンを連れてきます。完全にドラゴンから押し出されたのはなんとブラックアイ、そしてスティール成功と言っていいでしょう。ラスカルジェスターがなんとドラゴンを抑えます。このノア選手が今ユキ選手から離れてワイバーン選手をアルティメットで回収しようとしていました。その動きに対してブラックアイは気づけていなかったので、ユキ選手に対して全くアプローチがかけられずにいましたね。そしてアルティメットの精度非常に高かったですね。それによってドラゴンのコントロールが取れたと。ラスカルジェスターはトップガンク成功させドラゴンをコントロール取り、今非常にいい展開を作れてますね。レボルさん、キンドレッドはプレイヤー次第なんですかね。そうなのかもしれませんが、ただしかも序盤潰されてましたからね。いや見事に復活してますよね本当に。しかもそれを、まあ、一人で、その状況を打開したというよりもチーム全体で連携しながら打開していってますよね。さあ無益が 1V1 の強さを生かしてこじ開けようとしています。しかもそこにノア選手とユキ選手も参加しようとしますね。誘ってますよ。さあこれに無益気づけるか。ただしノアが来る、下は沼で避けますが、タワーダイブも判断できます。ワイバーン行く、いややめます。これが強気のプレーが一つできるワイバーンですから。タワー殴ろを受けていなければそのまま行ったかもしれないですね。そしてここファン選手が使うルル W のシールドによるアタックスピードの増加というのが、まあ、本来であれば陣に対してあまり影響がない、まあ、攻撃力がちょっと上がる程度なんですが、キンドレッドにアタックスピードの増加が入るというのは非常に大きいですね。ですからレイトゲームも集団戦ダメージ、ワイバン選手とファン選手の連携からダメージを出していけるというようなところ、そして育っていることを考えると非常にいいレイトゲームになっても戦えるだけのポテンシャルを持っていますね。さらにはレッドバフスティールでワイバンレベル9に対してカリルリレベル8です。ティアマと持ってるんです。しかし追いつけていないですね。ジャングルのクリアスピードというところのワイバン選手非常に速いですからね。おっと欲張りなジャングリングの仕方ですよ本当ですね。早く取りに来て、俺も次の中立ミニオン食べたいから赤バフのコントロールに来ていることを予測した上でカウンター取ってますね。そしてその位置にカリルルイはいます。ワードがないことは確認済みです。いや、ただし映った映った、ヨシアキこの位置、ノアが囲んでいる、狙うのはヨシアキ。さあまたしてもフィナーレ展開、ユキが当てる、フラッシュアウト、カリルレイボディーブロックします。もう一度下が当たる。ただしこれで2フラッシュダウンですか、ブラックアイ。しかもソラカのつまりヨシアキ選手のフラッシュがなくなったことによってボットに対するプレッシャーがぐっと高まりましたね。
ワードによってボットサイドの視界を取れていますから、ワイバーン選手のガンクのプレッシャーといったところはある程度薄まってはいますが、それでもアグレッシブにボットのファーストターンに対してプレッシャーかけていく動きというのはブラックアイできないですね。できない。この状況ですと仕掛けてしまった時に反転させられ逆転のカウンターを受けてしまう可能性も高いですから、こういった形で引き気味にポジションを取らなければならないですね。下からスネアを決めてワイバーンフラッシュインイグゾーストを切りました。さあそこから反転スイズル、ただし前に出るのはワイバーン強気、いや少し臆したかブラックアイ、前には出れません。何キャラ分でしょうね、何チャンピオン分、2チャンピオン分ほど前に出ただけで3人下がりましたよブラックアイ。アルティメットがあるからこその判断なんでしょうが、本当に強気ですね。いや本当に臆してないですね、強気ですね。そしてこの間ミッドレーンのところで梅木選手が大きなアドバンテージ作っていますが、ここをブラックアイとしては生かしていきたいですね。ミッドのアドバンテージを生かしてミッドのファーストターを先に破壊する、もしくは梅木選手がサイドレーンにロームしていって崩していくという展開も作っていきたいところですが、今のミッドレーンの有利を生かして押し込んでから動くと、今すでに 29CSR ミッドレーンのところで作っていますから、ここをどう生かすかですね。ただ狙うならどの位置になるんですかね。やはりボタンアドバンテージ広げていきたいところですが、スティール成功スカットラー、これしかもマーク付きですか。いやマークはついてなかった、ついてなかったですか。マイクはあとヘラルドの方についていた、ヘラルドですか。あそうですね、もうすでに5スタックありますからね。ただ16分で5スタックですから本当に早いですよ。いやただこれ無益動けませんよ、このワードの視界さ見てくださいよ。しかも先ほどはトップレーンのところは視界が取られずに、ラスカルジェスターとしてはガンクのプレッシャーもあったんですが、今これでは全くないですね。今これミニマップ上でこれが今ブラックアイの視界なんですよ。ラスカルジェスターは非常に明るかったですから、ブラックアイほとんどないんですね、ミッド周りのに。無益は強気なプレーを積極的にはしていますが、維持はかなり厳しいですよ、この視界を取らないと。ここでカリルイ選手がタイタンハイドラのラッシュを選択しましたか。防具ではなくとなると1対1でワイバーン選手に勝つことは非常に難しいわけですから、こういったところで視界を取りに行く動きは非常に難しくなっているというのがこの視界のコントロールさに影響しているようですね。さらにはやはりソラカというチャンピオンがボットレーンでアドバンテージを作れて先手を取ってロームできていないと、こういった形で視界のコントロールで不利になってしまうというところが挙げられますね。ソラカ自体が非常に柔らかいですから、ブッシュに入っていく動きが難しいと。ここもノアがワードを1つ壊すだけでこのラインになりますからね、スイズルが。そしてブッシュのところに入っていく動きはまず難しくなってますからね。さあカリルイこの位置動いていないので、ソナリオ反応していない。さあ反応した、急いで逃げます。ドラゴンのコントロールというところを意識してますが、触りますか。いやーワイバーン早いですよ。クラウドドレイク獲得、ツードラゴンはラスカルジェスターです。そしてネクサスマウンテン、梅木選手ミッドのアドバンテージ作ってはいるんですが、ちょっとタワーが削れていないのが気にかかりますね。これはファンがうまく守っていると。そうですね、 CS を落としながらもミッドレーンのファーストタワーを守っているというのは非常に大きいですね。これもしミッドのファーストタワーを先にブラックアイが破壊できると、視界のコントロールといったところでまた取り返すことはできるんですが、体力の有利があってもレベル差がある。ということはこれはラスカルジェスターにとってファンは狙い通りなレーニングが一つできていると。ミッドレーンのところ CS 負けてはいるものの、安定性といったところは供給してますね。ただイグナイトなんですよね。一方の無益はフラッシュゴーストで、イグナイトというのは本来であればレーンを勝つため、もしくはこれはまあブラッドに対するカウンターサマナスペルというところを選択したわけですが、ちょっとまだ生かしきれてはいないというのが気にかかりますね。ただダイブする分のプレッシャーには十分なっている、うん、なっていると思いますね。さあグループアップが一つブラックアイレーンからの連動という部分していきたいところです。今のところずっとカリルイが絡んだ2対2や 3v3 ばかりですから、4対4というのは起こっていませんからね。
起こすとなるとやはりドラゴンやバロン、ということになると思います。あとは一つ狙い目としてはボットのファーストタワーへのダイブということになりますね。ラスカイジェスターがレーンのコントロールを取っていますから、このボットのファーストタワーに仕掛けていくときにナップ選手もテレポートで呼び込んで、ダイブのプレッシャーをかけていく、その際にスイズ選手を倒しながらという形を狙っていく可能性も高いですね。さあただしブラックアイもそう簡単には負けません。グローバルゴールド追いつき始めています。現在これは900ゴールド、いや800ゴールドでしょうか。このアドバンテージの差を追い詰めている理由としてはやはりミッドレーンの CS のアドバンテージというのが非常に大きいですね。ですからブラックアイとしては無益選手をどう生かすかというところに今後の展開かかってますね。さらには今ブラックアイやはりあのビルドのゴールド差というのもあってでしょうか、ミッドレーンと AD キャリーですよね。無益とスイズル2つアイテム完成したんですよ。ここから仕掛けていくことは非常に、十分考えられるタイミングになりました。やはりコグマの装備コストパフォーマンスが非常にいいですね。安いですからユキ選手よりも早く装備が整っていますね。さあ仕掛けるタイミングだと踏んでいますブラックアイ。もう一度仕掛けます。ノアを狙い撃ち、いや素晴らしいダメージが入ります。一旦スネアから返していく。ミッドレーンでの寄りはファンが対応しています。さあ無益寄りたい動きを一つ見せましたが、逆にそこにワイバーンが絡んでいく。ゴーストフラッシュアウトを選択しました。さあファーストタワーどちらが取るのか。トップレーンをナップが一つかなり削ってはいますが、これブラックアイタワーを狙いに行きます。しかしが裏からワイバーン、裏からワイバーン 3v3 フィナール展開。テレポート下がりきった。 4v4 になるが、カリルイが、カリルイが 1v1 で 1v1 でワイバーンが取り切るのか。いやここで執行猶予発動中。さらには北広告は完全に孤立した。そしてノアが助ける。その間にいたずらからスイズルが落ちた。1キル取ったのはなんとラスカルジェスター。無益いけるか。ただしサモナースペルがないのが大きいか。スネアナップがこの位置、無理やりアイテムを使って前に出る。アルティメットは2人に入った。そのまま沼、ただし体力はもうない。無益反転ラスカルジェスター反転、ナップが当たる。ナイスピラー、もう一度前に出たいが抱き入れなかった。そのままユキがまたしてもスキルを決める。ただし裏にコクコクが入った。もう一度出せるかと思いきや、またしてもノア完璧なお腹の中セーフゾーンを彼が作ってましたね、ずっと。いや多分常に空腹なんでしょうね。そうでしょうねいやー長い集団戦勝利したのはこれはラスカルジェスターですね。ムエキ選手サモナースペル落とされていたのが本当に影響してましたね。フラッシュもゴーストも先ほどのところで使っていたのでバックラインに対して飛び込むことができませんでした。つまりブラックアイは一番育っているプレイヤーを生かしきれなかった。一方のラスカルジェスターはユキ選手というよりもチーム全体5人が非常にいい連携を見せて集団戦勝っていったという形でしたね。この仕掛けからちょっとフォーカスがカリュウ選手うまく外すことによって状況なんとか打開しようと、つまり無益選手がボットに寄ってくる動きをカバーしようとしていたんですが、ちょっと耐えきれなかったですね。スリーズ選手マナがなかったというのもありましたし、ファン選手のこのルルのクラウドコントロールスキルでしっかりと生かしきってきましたね。問題はここからの無益選手フラッシュがないことが本当に影響しましたね。 あれば届いてますからね。届いてましたね。そしてここからワイバーン選手がなぜか仕掛けに行くんですよね。この体力でちょっと前に出てしかもカリルイ選手の潜った後のQを避けてる個人技が非常に高いですね彼らはいやこれあれですね、ノアの箱舟なんじゃないですか。あなるほどさあトップレーンワイバーン、ピラーはステップのQで避けます。しかしブラックアイが先ほどの集団戦の後の動き、スイズ選手が復活した後ボットのファースターを破壊することができましたね。つまりファーストブラッドのタワー分はブラックアイが先に取りましたね。そしてラスカルジェスターもタワーを今折る形と、グローバルゴールドでは1100ゴールドラスカルジェスターが有利を築いています。問題となるのは次、5秒後に湧くドラゴン、マウンテンドレイクですから両者ともに欲しいでしょうね。さあこのドラゴン視界の奪い合いはもうすでに行われています。ただしレッドバックのコントロールはこれはイバンです。そしてスイズルはボットレーンを押します。
頭前に貼り付けることによってドラゴン周辺の視界のコントロールを取りやすくしようという意図を持ってますね。一方のラスカルジェスターはドラゴンのコントロールあまり取りに行く素振り見せていませんね。いらないという判断ですね。そしてだいぶナップだいぶさあ、ここを逃げる Y バーンがここに来ます。捕まったアルティメットで逃げますが、ナップにかなり、いやーナイスピラー、タワーダメージは入っているものの、広告チェイスです。 Y バーンはただしチェイスは非常に得意。最後はアルティメットで体力を吸ってのナップのキルです。そしてシャドーラッシュ、トップサイドにカリルイが行きます。その間にドラゴンは獲得したようですね、ブラックアイ。ただタワーオールのは非常に早いですよ。早すぎる。いやーまたピラーだ。スイズルが寄った。さあ非常にいい火力。いやただしワイバー前に出た。おかしい、おかしいことになってる。執行猶予からあーなースイズル落ちた。執行猶予の外に出てしまった。そのまま吉明落としてダブルキルからトリプルキルはラスカルでした。ワイバーンの強気が全てを変えます。そのままエースゲットはラスカルジェスターです。初めてかもしれないですね、僕はアイザンの実況中に素で笑ってしまったの。これはとんでもないチームが出来上がってましたね。とんでもないアグレッシブな動きでしたし、それに合わせるラスカルジェイさんの他の4名のメンバーも何でしょう、やっぱり連携が素晴らしいですね。しっかりとフォローしてましたね。いやこのチーム5月に LJL の CS に合わせて作られたチームなんですよ。いやまあ、実質、まあ、3ヶ月ちょっとですよね。その中でよくこれだけ連携深めていきましたね。さあリプレイです。ウィズル選手まさか判定されると思ってなくてびっくりしてタワー界に出てしまった、アルティメットの範囲外に出てしまった。これが非常に大きかったですね。そこからのワイバーン選手の DPS 非常に高かったですし、すでに広告選手が倒されていたので数的な人数差といったところもありました。それもそもそもブラックアイとしてはトップのセカンドタワーを渡してミッドレーン守っているのがノア選手しかいませんでしたから、ミッドのファーストタワーに対してアプローチをかけるという判断をしてもよかったのかなと。つまりトップのセカンドタワーとミッドのファーストタワーの交換をして、そこから視界の有利を、まあ、バロンにつなげていくという展開も考えられただけに、ちょっとそもそものローテーションの判断をブラックアイは少し間違えてしまったような印象もありましたね。さあそのローテーション、そして リプレイの間にバロンを獲得していますか。これちょっと Y1 のスタックいくつなんですか。 6ですね。あーっとスネアから吉崎捕まった、一瞬でダウン。そしてスネアに絡めて1キル返していくのはスイズル。さあ今度はスイズルがフルディ、スイズルが完全に有利、ノアがなんとか守りきります。いやこれはまたしても後ろから今度はナップだ。ピラーが3人にはまっている。そこに合わせていくのはファン、そしてユキだ。キリングスプリーはなんとユキ3-1交換。ワイバーン選手、吉崎選手のサイレンスフィールドによってアルティメットが打てず倒されてしまったんですが、そこにブラックアイは大きなスキルを割いてしまった。その後からナップ選手が入っている形、さらにもユキ選手が全く包括受けていなかったんですよね。ただそうしなければ止められないプレーをしていたということですよね。そう言えますね。特にスイズ選手を守りきるのがまあ、彼らとブラックアイとしたチームの形なんですが、一方アドバンテージを取られている場合は相手のキャリーから潰さなければならないんですよね。そこで少しジグハグな戦い方をしてしまったというところもありますね。まあ、ただワイバーンはキャリーですからね。まあ、確かにブラックアイとしては間違ってはないですが、となるとラスカルジェスターは、ファン選手含めナップ選手もキャリーと呼べるような今動きしましたから4名キャリーがいるということにつまり4名先に倒さなくてはいけない。そうですね。ここワイバーン選手をフォーカスしたのは非常に素晴らしかったですね。ここからスイズ選手を守りながらジージーとフロントラインに削っていきたかったんですが、このナップ選手のテレポートのタイミングが素晴らしかったですね。ちょっとこの動きに対してブラックアイが全く気づけていなくて、スイズ選手に対するピールが全くできていませんでした。彼が生き残っていればそのまま反転ができた可能性が高かっただけにちょっともったいなかったですね。あ、ファンのアルティメットもノアに打ってサポートに打ったのかと思いましたけど、刺さってましたね。刺さってましたね。3人打ち上がっていて、しかもスローフィールドがその後発生しますから、鶴さんは転換することができませんでしたね。さらにはミッドのインヒビターもってボットのインナータワーも取り切る形です。ラスカルジェスター
おっとワイバン無理しすぎた、おっと漆喰を発動、さらにはノアの口の中、さあどうするか、漆喰はもう終わったところ、大きくなあれ、その間に無益がアルティメットでさあ仕掛けている、スイズル完全に不利ですが、ダメージが足りないか、いや、ここからダメージを出していきたいが、前に行けない、前に行けない、ナッパの圧力、ワイバンローライフ、ただその間に無益ゾーニャ、時間を作った、そこを狙いに行く、ここからフィナーレを展開するのはユキだ、さあダメージは出し尽くした、4発目、フラッシュ、なんとか吉明は対応するが、さあダメージを持ってるのはナップ、まだ耐えるのはナップ。さあノーデッドです、お互いノーデッド、もう一度仕掛けようとするシーンですが、ピラーが刺さって無益が前に行けない、ここ素晴らしいダブルだったんですが、お互いノーデッド、タワーを守りきったのはブラックアイです。ラスカジェスタとしてはちょっと無理しすぎてしまいましたね。集団戦の形として、特にワイバン選手のアルティメットとノア選手の助ける動きが被ってしまったことが大きく影響しましたね。そこを被らせずに、キンドレッドのアルティメットをうまく生かすことができれば、もう少しいい形が作れていただけに非常に惜しかった。一方のブラックアイとしては、今ずっとスイズ選手が集団戦のダメージを出すことができる形が作れたというところで、この、8000ゴールド差以上の差ができている中でも集団戦跳ね返せるだけのポテンシャルを見せましたね。ここからスイズルですよね、彼をどうやって生かしていくか。今のようにタワー下であればラスカイジェスターとしては飛び込みづらいですから、ああいった形で小顔のダメージを生かしやすいとなると、ラスカイジェスターとしてはちょっと、インヒビタータワーを取るのが難しくなりますね。しかし押し込んでからこういった形でドラゴンのコントロールを取り続け、オブジェクトのアドバンテージを広げていくという展開を今後作っていくと。一方ブラックアイはその動きに対してどう対応するのか、ちょっとこの形だとまだ閉じこもり続けるしかないような印象もありますから、非常に次のバロンのアプローチも含めて難しい時間帯が続きますね。さあそしてオーシャンドレイクは2つ目、そして私気になったんですけれども、ファンがメジャイを購入しております。そしてワイバン選手が王権を買ってますね。さあアプローチ、サードタワー、いやー、やはりスイズルのダメージが素晴らしい。ナップをいきなり5割削りに行きます。そして無益がもう一度前、ただしここはワイバーンがフロントライン、そしてすごく大きくナールです。一度コクコクがアルティメットで逃げます。その間にタワーシージ、さあタワーを折り切ったのはラスカルでした。もう一度長いチェイスになる。スイズルはダブルの効果がスキルがクールダウンです。さあここからもう一度フィナーレ、ただしワイバーン前に出過ぎたところ、コクコクが1キル取り切った星に願いを。ブラックアイなんとか体力回復している。スイズルを何としても前に出したい。カリルイがタングになる。そして無益、ここが仕掛けどころ、アルティメットを3人に決めています。さあ沼は使い切った、ただしゾーネはあるか、ゾーネはある。さあゾーネ時間を稼ぐ、そしてサイレンスフィールド、さあもう一度前に出れる。 4v4、 ここからスイズルが来る。体力はマックスだがマナがない。ロングチェイスでしたが、1キル取ったのはこれはブラックアイ、そしてタワーを取り切ったのはラスカルジェスターです。ボットのインヒビタータワーと1キルの交換ということを考えると、ラスカルジェスターが非常にうまく戦ったと。一方のブラックアイも集団戦の形は見事作れていましたね。ずっとスイズル選手が攻撃することができた。ラスカルジェスターはちょっとフォーカスを当てる対象が常にバラバラというところで、というのもブラックアイの押し引きの動きによってずらされてしまったというところで、集団戦勝ち切ることができませんでしたね。あとはこのアタックスピードが非常にスイズ選手速いわけですが、それに対するカウンターのアイテムが一切ないというのもラスカジェスター気にかかるポイントですね。あ、例えばオーメンとかフローズンハートとかですね。ノア選手がエグゾーストを持っていますが、スイズル選手にノア選手がエグゾーストを打つというのはまずないと思いますから。それはなぜですか。距離的にノア選手は少し後ろ気味、バックラインに入っていくというよりもユキ選手を守るようなポジショニングが非常に多いとなると、もし当てる対象としても無益選手や広告選手ということになると思います。となるとスイズル選手が全くプレッシャーなく、非常に素早いアタックスピードからダメージを出していく展開といったところが今後も考えられますね。おっとこれはピンクワード置いていますか。これピンクワードの視界外ですよ。ブラックアイテレポーター置いています。あーワードを置いていますか。テレポート切ってますか。いや取り切れた。そしてここ孤立ブリンクでなんとか逃げますが早すぎる。そしてスネア当てている。よしあき捕まった。カリルになんとかボディブロック、さらには広告スローエリア。さあここからフィナーレチェイスできると判断。フラッシュアウトをしたのはこれは広告か、いやこれはよしあきです。そして当たりに行ったのはカリルイ。さあノックアップから Q のどうだ、星に願いをかけている。そしてスイズルに張り付いてナップ非常に気になるが、ここで大きくなれ。スローエリアがあっとナップが張り付ける。スイズルなんとかフラッシュアウト。イグゾーストを無理やり切りに行ったのドア。そしてラスカルデスは誰も倒されていない。スイズルが落ちればブラックアイはまずい。落とし切ったのは最後はユキ。ランページになる。そして逃がさない。
暴れ続けるのはこのナップ、砂山で決める。ユキのスキル性やショット精度は一体どうなっているんだ。タワーダイブイージーキルになる。最後はタワーを持って決めるのはファン。エース獲得はラスカルジェスター。守りきれませんでしたね、水津選手を。一方でファン選手が水津選手にプレッシャーかけていたのも非常に大きかったですね。さあ1からの作り直し、そして集大成を見せたいということでしたが、 LGL2016 サマープロモーションシリーズ Day1 ゲーム1、勝利したのはラスカルジェスターとなりました。序盤キンドレッドを使うワイバーン選手が1キロを取られてしまってペースダウンするかと思ったんですが、ノア選手がそこを救いに行った。そこから一気にテンポアップしてどんどんアグレッシブさが増していく展開。一方のブラックアイとしては怖いテム2つ完成するまで耐えることができた。つまり、ブラッドミアを使うムエキ選手とコグマを使うスイズ選手を生かす段階まではなんとか我慢できたんですが、そこから生かす動きがちょっとチグハグでしたね。途中もカリル選手はフラッシュインして入ったんですが、スイズ選手がフラッシュアウト してしまったり、あとはミッドのファーストターンにアプローチをかければいいものをトップのセカンドターンを守りに行ってしまったりというところで、ちょっと戦略的なミスであったりコミュニケーションのミスがありましたから、そこを次は修正していく必要があるのかなと思いましたね。さあそしてこの入れ替え戦というので、ここまでというのは一つ見たことがありません。普通一戦目緊張があると思うんですが、そんなの全く関係なしに、そして非常にアグレッシブに、体力これぐらいしかない中でも仕掛けていくプレイヤーワイバン選手もいますから、こうかなりこうしっかりと非常にいい緊張感でラスカルジェスターは試合に臨めているのかなというのが分かりましたね。さあ続いてゲーム2に行きますが、本日は BO5 ですからね、3本選手となっております。そしてゲーム2に行きますが、一旦インターバルに入らせていただきます。それでは失礼いたします。